どうもー、世界数少ない100億人のカラスマンの皆さん、おはようございます。ハロー、西です。どうも、10月27日の朝です。はいはい。まあね、ちょっと福島にいる間はちょっとね、ずっと多分北斗へと打ち続けることになると思いますですな。はい、うん、まあ本当はね、いろんな動画撮って、うん、アップした方が、まあ、ね、うん、YouTube 的にはいいんでしょうけど。そうね、うん、まあ勝つことがまあ大前提の旅なので、うん、今一番狙えるのがね、まあ、僕のいる地域では北斗8なので、うん、はい、次行ったらどうかわかんないですけどね、うん、はい、やっていきたいと思ってます。はい、はい、クレームは一切受け付けません仮にだよ、はい、仮にね、仮にね、うん、仮にもし万が一、はい、窓マギの釘がね、あ、これ30回行くかもしれないなっていうぐらい空いてたら、うん、打ってみる。それはもちろんですよ、うん、それはもちろんさ、そうですよ。よしよしよし、もう可能性が仮の話だからね、うんうん、ちょっと見てみて、うん、ただ特定日でも何でもないのに今日ね、うん、昨日の台をねさらに開けてくるってことは、うん、まあ、ね、ないと思いますけど。じゃあその仮にね、仮にね、はい、打ちたわけじゃないんだよ。仮にそんな気合いてたら打つよね、それはね、っていう。打ちたいんだろ。ええ、すげえ打ちたい。はい、まあまあ、ちゃんとあの期待値高い方行くんで。はい、行ってきます。はい、どうもこんばんは。こんばんは。10月27日の結果報告していきましょう。はい、していきましょう。はい。うん。なんですか、梅干し食べてますか。食べてないわ悔しいんだよ。悔しい、悔しいんだ。なんでまた負けたからだよ悔しがる理由なんかそれぐらいしかないじゃね。また負けたって言ってもね、もう5万ちょいぐらいですもんね。5万ちょいぐらいだよ。全然かすり傷じゃないですか。そかすり傷5万ぐらいそこまで言う？いや、君はね、歴が長いからさ、うん、もうそう思えるよ、多分自然にそう思えると思うよ。うん、まだ浅いからさ、はいはいはい、やっぱね、やっぱ勝っても負けても一喜一憂して、一喜一憂したり落ち込んだりするわけですよ。あー、さすが三流。さすが三流。いや。三流だよ、どうせ。三流、そんな。疲れるでしょ、そんなんだって毎日。いや、疲れる、疲れる。一周して。うん、だって収束してくるって分かってるからさ。いや、そうよ、分かるよ。うん、でも分かるんだけどさ、まあ、やっぱ、まだね。はい。うん。まだちょっと、ね、抜けられないね、そのループね。全然ダメですね。はい。今日の結果報告していきましょう。はい、そうしましょう。うん、今日は北斗へとね、二人で打ってって。うん。いつもより早めに行ってね、うん、うん、打っていって、うん、最初僕の出足良かったっすね。良かったね。もう投手500発くらい当たって、うん、6年ぐらいしたのかな、うん、で結構持ち球できて今日は勝ちのループかなと、うん、思ったけど、うん、僕は1050ぐらいハマるしハマってたね、西村さんは、うん、単発地獄だし、単発地獄だね。単発地獄、うん、格言行っても1回で負けるから、そこで負けるから、うん、初戦で ね最後に電池で当たって よっしゃと喜んだんですけど、うん、10番の声で思ったらね、2ラウンドでしたね激闘モードっつって、うんうん、そんな感じでしたけど、まあ、うん、台自体はマジでいい台でした、本当に僕の台、うん、まあ、まあ、はまりまくったおかげで回転数サンプルがかなり取れたんですけど、うん、28.5 ありました。ああ、うん、回ってるね、うん、西野さんの多分27ぐらいありましたね。うん、27あった。27、うん、何発やったっけな、2750か50ね、うん、で、打って 7.1 だったかな、で、回ってた。うん、うん、だから全然あの悔しがる必要ないし、うん、はっきり言ってこんだけ2台を打ってたら絶対これから収束してくるので、むしろ喜ばないといけないですよ、これは。そう？うん、喜ぶ？喜ぶべきですよ、たかだか5万ですし、5万なんか簡単にも稼げる時代ですからいや、何言ってんですかっていうね、そうね、心強いよ、君がそう言ってくるのね、そういうことですよね。うん、うん、まあ
これでも食べますか。クリームシチュー売ったんだね。やっぱマジでんだよ。まあな、結構あんできたよ、ごまんだったらな。またそれ。わかった。なんで。結構これ、もうほら。ぐちゃぐちゃだよ。ねえ、今日の店だっあれは。今日の店だったあれは。あれダメ、うん。ダメだね。回ればいいってもんじゃないんだよ。回ればいいってもんじゃない。回ればいいってもんじゃない。回ればいいってもんじゃないよ。うん、ほら、うん。お金したら話だよね、本当にね。うん、本当にさ。もうね、もうこんなにね、ずるされちゃってね、もう僕はもうお怒りですよ。怒って、うん。怒って。ありがとうございました。チャンネル登録。